ドラゴンボールスーパー作者豊太郎、鳥山明だと絶対やらないようなことをやってしまうダブルダブルに対するみんなの反応集。それではどうぞ。ビーストと身勝手どっちが強いか勝負してる模様。これ原作だとアルティメットご飯とスーパーさん、悟空ゴテンクスさんと悟空さんどっちが強いか戦わせてるようなもんだぞ。悟空ゴッド形態にしか見えないけど身勝手なのこれ。ゴッドはもっと腕が細い。どっちの足で蹴ってるかすらわからんな。これ鳥山なら普通にかき分けできたというか、そもそも構図がおかしいし、この攻撃の仕方もおかしいやろ。これ蹴り上げてるのか、かかと落とししてるのかすらわからん。躍動感がないんだよね。ベジータの首伸ばすくらいでも変わりそう。表情とか設定は置いといて色々おかしい。どっちかというとクロスハンターの方に近い絵柄だな。他にもっと寄せれる漫画描いたろ。鳥山が絶賛してる静止の漫画だから受け入れなきゃね。鳥山より漫画上手い人類なんていないんだから、それと比べたらあかんわ。鳥山より上手かったらオリジナル描くわな。こいつの方が上手い。スーパーサイヤ人ゴッドの状態でエネルギー奪われるスーパーサイヤ人さんにおかしいだろ。鳥山明がやりそうなことをやってしまったな。スーパー1からスーパー2、スーパーから3までは繋がってるけど、スーパー4は便宜上スーパー4って言ってるだけで変身形態違うし、ゴッドに至っては髪の毛をまとっただけだからスーパーサイヤ人になるわけじゃないのに、その程度の設定も知らずに書いてるとか本当に若がすぎる。トヨタロウの絵ってなんで躍動感ないんだろうな。止まって見える。鳥山と比べるのは酷なのは確かにそうやけど、トヨタロウはエフェクトみたいなのかかなすぎてわけわからん。キャラの口調からして違うのなんやねん。そういうのまず決めるんじゃないんか。やっぱ本家は違うよな。冷静に考えたらフリーザセルと戦ったやつのセリフじゃないよな。強いやつと戦いたがってる奴らが敵の弱体化を喜ぶ玉か。ネームでこれってすごすぎんか。鳥山の絵ってほんま立体的よな。この時代にここまで立体的な描写描ける漫画家おらんやろマジで。原作の鳥山先生がすごすぎるだけで十分、豊太郎先生もうまいと思うがな。漫画読む限り言うほど気にならんし。話の内容はよくわからんかったが、絵はだいぶ違うな。アルティメットご飯とスーパーさん悟空、ゴテンクスさんと悟空さんって明らかに前者が強い組み合わせじゃん。悟空って結局悪ブーと戦おうとすらせずに敗北宣言したんだぞ。あの悟空が、そして前者は悪ブーと普通にガチで戦って優勢。絵が違うと中身が鳥山監修でも勝ちないよな。大の大冒険って鳥山原理主義者に叩かれてたらしいけど、ドラゴンボールより面白かったし気にしたことなかったわ。これは先行きが不安になりますね。ドラえもん、クレシン、アンパンマンは派手なバトル描写はないし、ゴルゴは元から分量制作者が亡くなっても続けていける漫画はあるけど、ドラゴボはもうダメみたいですね。まだ鳥山監修してる連載分だろうに。そもそも悟空とクリリンに友情はないっていういい加減な作者やからな。作画能力以外の鳥山明を過剰に信じてはいけない。読めばわかるけど、悟空は亀仙人やクリリンに友情なんか端っから感じていない。修行を通した後は死んだご飯と同じ家族として扱ってる。鳥山の言葉を過剰に信じてはいけない。ゴッドは腕が細いとか情報がすごすぎる。そんなの気にしたことすらなかったわ。 DB ファンはレベル高いな。ちなみにご飯ビーストはドラゴンボールでも珍しい眉毛の形してるんやで。ググれば出ると思うけど、このイラストの獅子の何が悪いかはわからんが、確かに振り下ろされた左足を両手ガードしてるのに、ご飯は腰ひねって足の左側から見つめ合ってる構図になってるし、パースはめちゃくちゃ変だな。元スレにもあるが、ご飯がどう蹴ってるかこの画像のみでは不明ら。自分は回し蹴りと思った前後のコマがあればわかる可能性もあるけど、演出動作のエフェクトの絵がないから躍動感に欠けるっていうのは賛同するけど、どちらの足を蹴り上げてるのかわからないってのは普通に難癖が過ぎると思う。腰のひねり入ってるから左足だってことは見ればわかるだろうに。
股のあたりに何の線もないから右足上げて Y 字開脚してるのか左足で蹴ってるのかわからんぞ。女性のシルエットが回転する錯視ジフみたいなもんだな。いや靴の形状見る限り蹴り上げてんの右足だぞ。でも君が言ってるようにパッと見だと左足が上がってる方が自然。だからおかしい。仮にこれ左足上げてるつもりで描いてるなら今度は靴を右足形状で描いてるか気分けできてないのがおかしい。つまりどっちにしてもおかしい。靴の形状って土踏まずのくびれのことなら誤差だろ。これこれを右の靴の描き方とかいうのは普通に難癖だよ。原作で本人に了承得てるはずなのに何言ってるんだ。絵柄に関してはそら本人と違うんだからしょうがない。どっちが強いかをやるって同人作品ならよくあることだろ。この漫画の問題は完璧に扱えるなら最強ですなんて言ってしまった身勝手の極意がビースト相手に戦いになってしまっていることでな。こいつ自分で書いておいてたびたび矛盾やらかしてるから整合性が取れなくなってんのよ。みんな必死の全力で戦ってますって言ってないし、悟空は身勝手の極意を習得しただけで同じ技を使える天使やその上の大神官に比べればまだまだ下って言われてる。完璧に扱えれば最強は大神官のことじゃないのか。ドラゴンボールスーパーって原作鳥山だったんだろ。今後の連載どうなんの？そりゃもちろん、豊太郎や集英社がメインでは作るよ。原作者が関わらなければどうなるのかなんて GT が明石明してしまっているから、これから先は期待できそうにない。そもそも今のスーパー自体、映画以外は評判ほとんど聞かないけど主人公を子供に戻さない限りこんなもんじゃないのって思うけど違うの。比べる相手が悪すぎる。豊太郎もめちゃくちゃうまい。鳥山明には勝てないだけ。扉絵とか立ち絵に関してはかなり上手だが、アクションシーンやバトル描写に関してはもっと上手な人いるんじゃねえの。だからな、鳥山明は絵はもちろん、カット割りからアクションバトルも全てが神がかり的で週刊漫画ではありえないクオリティだったから皆驚いたわけで。豊太郎の各大人キャラって時々気を抜いてしまうのか。めっちゃ足短くてスタイル悪い時ある。配信されてるヒーローズで4悟空とブルー悟空が戦ったりしてるし、それほど違和感はないが、そもそも超への変身なんて邪道だと。アルティメットパワーアップしたご飯がビースト変身した時点で鳥山先生の意思を無視してるみたいなもんでは。フリーザの時点で宇宙最強を出してしまったし、力の大会で別宇宙の強者も出し尽くし、身勝手やわがままで破壊神を超えてしまったはず。もはやジェット戦士同士で争うしか敵がいないんだろう。もともと天使や破壊神よりはるかに弱い悟空たちが同じ技を習得しただけで超えられるわけない。わがままの悟空も破壊神の力を習得したベジータが身勝手の悟空に対抗して名付けたものでしかない。鳥山先生が超えさせるつもりはないと発言してる。もうこれが変更される可能性はなくなったので、未来永劫悟空たちがビルスに勝つことはない。そもそもサイヤ人6人が合体して誕生するスーパーサイヤ人神に一人で変身できるスーパーサイヤ人ブルーを出したのが間違いなんだ。悟空が一人で変身してベジットやゴジータになれるようなもんだろ。ブルーがなければ破壊神と悟空単体の間にはまだ天地の差があり、いくらでも敵キャラが作れたはず。スーパーエア人ゴッドベジットはやりすぎた。その通過儀礼をしてないご飯やピッコロ、フリーザが余裕で追いつくのがは破綻しすぎ。それが水戸神だけの設定でスーパーでは違う。ゴッドより合体戦士のベジット、ケフラ、ゴジータの方が強い。ゴッドはスーパーさんより上の変身でしかない。スーパーのビルス編でもその設定あるよ。その後合体戦士のが強く描かれてるのは設定無視のその場演出でしかない。無理やり理由つけるとするならばケフラ戦士は消耗してたってくらい。ブロリーは初めからパワーバランス崩壊してる。そんな設定あったか。ベジット
ットとゴジータの方が強いってどこから出てきた。スーパーでもベジータと合体してもビルスには勝てないってはっきり言ってるんだが、カリフラとケールが合体しました。でも一回ジレンに KO されてる消耗悟空単体にも全く叶いません。劇場版でゴジータ出します。人気の超一飛ばして初めっからブルーでブロリーボコりますわ。ブルーになるまでブロリーにボコられます。こんな展開にしたら盛り上がらないし、校舎に関しちゃ炎上待ったなしだからね。設定としてあるのは合体してもビルスにかなわないこんな世界ゴッドの狂気があったなんてよ。神と神当時にスーパーベジット、スーパーゴジータとゴッドはどっちが強いですかって質問あったら間違いなくゴッドって答えになるだろう。実際作中で合体戦士の方が強く描かれるのが設定無視でビルスの力をよく分かってない悟空が合体しても勝てないと言っただけなのを絶対的な設定として信用するのか。神と神や復活の F では悟空とビルスはほとんど差がなかったが、スーパーでは圧倒的な差がある設定に変更してる。ビルス合体戦士ゴッドの順だから合体しても勝てないのは正しい。映画版の TVSP のみだが、合体で勝てないと言った後でゴッドに変身した。ゴッドが合体より弱かったらゴッドではなく合体して戦うだろう。ゴッドになってスーパーベジットより弱かったらゴッドでビルスに挑むわけねえだろ。ゴッドになった時は少なくともビルスに勝つ気でいた。合体しても勝てないからゴッドになった。ゴッドでも届かなかったビルス、ゴッドスーパーベジットね。つまり結局は合体戦士ゴッドの公式設定はないってことで自分の感想を言ってるだけってこと。ビルスがゴッドと戦いたがってたから勝てるかどうかわからなくても戦うしかないし、実際全く本気を出してないビルスに負けてる。合体しても勝てないのは最初からわかってるから合体するわけない。ビルスが負けたら破壊するねって言ってるのに、ビルスが戦いたがってるからって理由でゴッド選ぶのか。負けたら破壊されるのに相手の都合に合わせる余裕なんて悟空にはないよ。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。